こんにちは。人からわかる3分技術史。今日は2代目島津玄三について勉強していきましょう。2代目島津玄三、1869年生まれ。明治から昭和にかけての発明家、経営者であり、蓄電池技術の革新者として知られます。玄三は明治2年に京都で生まれました。父親は島津製作所の創業者となる初代島津玄三であり、二代目玄三の誕生時には貧しく、また母親が出産して間もなく失踪したことから、初代玄三の姉夫婦に預けられました。島津家は祖父の代から仏具商を営んでいましたが、1870年頃より始まった廃仏毀釈によって存続の危機に立たされ、仏具からの転換を試みていました。そこで1875年、初代玄三は理化学機器の製造を行う会社として島津製作所を設立します。それに伴い6歳となっていた2代目玄三を呼び戻し、共に暮らすこととなりました。1884年、京都府知事であった牧村正直は電力会社を起こし、電灯を京都に整備しようと考えました。当時電力は2年前に東京で導入されたばかりの新技術であり、その運用においては外国人技術者を必要としていました。そこで15歳の2代目玄三は外国人技術者の助手として電灯の整備を手伝うこととなります。それから間もなくして2代目玄三が作ったのがリムズハースト式誘導起電機です。リムズハースト式誘導起電機は電気を簡易に生み出し視覚化する装置であり、2代目玄三は海外の資料を読んで国産化しました。そんな中、1894年、二代目玄三が26歳の折に、初代玄三が脳一血で亡くなります。そして二代目玄三は島津製作所を継ぐこととなりました。1897年、玄三は京都帝国大学からの依頼を受けて、日本最初の蓄電池を作りました。当時は電力が安定せず、停電が日常茶飯事であったため、国産蓄電池は大きな反響を呼びます。1904年には日露戦争が勃発。玄三は日本海軍の技師であった木村俊吉の依頼を受け、軍艦用の蓄電池を製造します。この軍艦用蓄電池は無線通信機の動力に用いられ、1905年の日本海大戦での勝利に大きく貢献しました。その後も蓄電池の需要は大きく、1917年には別会社化して日本電池株式会社を創業。そこで玄三は電池の原料である鉛粉の画期的な製造法である非反応性鉛粉製造法を発案します。非反応性鉛粉製造法は従来の製法よりも効率が高く、国際的にも広く使われるようになりました。1951年、玄三は82歳で亡くなります。1930年には日本の重大発明家の一人に選出されるなど高く評価され、現在においても島津製作所の2代目社長として、また蓄電池技術の革新者として知られています。以上、いかがだったでしょうか。島津製作所は明治維新や戦争などの歴史的事件に翻弄されました。そういった時代と企業の関わりを知るのも面白いと思います。もっと技術について知りたいという方は、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。感想やリクエスト、どんなことでも構いません。では、今日はこの辺でお開きといたします。また次回。